第4回ソフトダービー G1 距離24秒で行われます。実況は私、今回もオケラーナの木毛明が担当させていただきます。出走メンバーはご覧の通りです。それではパドックからご覧いただきましょう。パドック解説は日本ソフト競馬協会の福本浩二さんです。はい、ソフピョイです。2020年、今年は大変な世の中になってしまいました。それでも皆様のおかげで、こうしてなんとか今年もダービーを開催することができました。改めて本当にありがとうございます。ただ、やっぱり誰もいないパドックっていうのは寂しいものですね。またいつか皆さんとこの競馬場で直接会える日のことを思って歌います。それでは聴いてください。ソフピョイ伝説。君のソフトがズキュンバキュン走り出し、フフーバキュンバキュンかけてゆくよ。こんなソフトは初めて、ふわ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 。それでは1枠から見ていきましょう。いじったりこう途中で切るとか、いつもそういうあれはないでしょうかね。1枠1番、チャッツ、馬体重大きめの人参、2800本分ぐらいです。ウサピョイ騎手、約 150g。 はい、見ての通りの力強い食べ込み、オーストラリアこれから真冬になりますけどね、冬支度は完璧ですからね、好勝負が期待できそうですね。2枠2番トリトニー、馬体重ダイエット中です。馬好き騎手、負担重量はご想像にお任せします。はい、本当のパドックみたいにしちゃったパターンですね。しかも差が回りバージョンですね。メイクデビューになりますけどね、ご覧の通り落ち着いて周回できてますからね、初戦から期待ができそうですね。3枠3番ミントシャン、馬体重減らないようにするのが大変、ロバちゃん騎手、リンゴ10個分。はい、メイクで、ね、大丈夫、ね、寝てるかなこれ、大丈夫かな。あ、大丈夫そうですね。はい、メイクデビューになりますけどね、ご覧の通り落ち着いてますしね、まあ落ち着きすぎという感じもね、あれ大丈夫かなこれ、大丈夫かな。4枠4番ローズキングダム、馬体重は理想体重をキープ、カズキング騎手、負担重量はご想像にお任せします。はい、本当のパドックみたいにしちゃったパターンですね。こちらもメイクデビューになりますけどね、ご覧の通り落ち着いて周回できてますからね、初戦から期待ができそうですね。ただちょっとね、面白さが物足りない気がするんですけどね、まあ G1 ホースなんでね、そのあたりは問題ないかなと思いますね。5枠5番名将ナルト、馬体重は理想体重をキープ、サワコ騎手、こちらも理想体重をキープ。はい、こちらもメイクデビューになりますけどね、このゴロゴロからの起き上がって力強いブルブル、完璧な仕上がりと言っていいんじゃないでしょうか、からの近いもうパーフェクトルーティーン。6枠6番響き、馬体重は増量中、小枯らし文字騎手、負担重量は秘密。はい、こちらもメイクデビューになりますけどね、ご覧の通り食べ込みも力強いですしね、なんといってもこの響きさんと朝日の構図が美しいですからね、初戦から好勝負が期待できそうですね。7枠7番ハヤテダゼイの方です。馬体重おやつが美味しくて、三木の小町騎手、理想体重をキープ、かっこ多分。はい、おやつパーリーですか。いや、人参落ちたよ。レース前におやつパーリーですか。だからさね、おやつが美味しくてってなっちゃうんだよ、馬体重ちょっと控えた方がいいんじゃないでしょうかね。まあまあ、いい意味での平行線といったところじゃないでしょうか。7枠8番ハヤテ馬自学の方です。馬体重ダイエット中です。あっくん騎手、太め残り。カンカン何カンカン
はい、メイクデビューのカン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 、なんかこれちょっとこっちにどかしてと、あ、これ岩塩を舐めてるんですね。はい、岩塩大好き、力強い舐め込みですからね、初戦から期待ができそうですね。8枠9番競泳防岩、馬体重前回とあまり変わらず、老けた馬場好騎手、負担重量は秘密。あ、猫ちゃん猫ちゃん、あ、はい、久しぶりの出走となりますけどね、保養いいですしね、そしてこの力強い食べないんかい、でもなんか口もぐもぐして完璧な仕上がりと言っていいんじゃないでしょうかね。8枠10番昼のダムール、馬体重は理想体重をキープ、岩崎貴文騎手、負担重量はご想像にお任せします。はい、本当のパドックみたいにしちゃったパターンですね、こちらもメイクデビューになりますけどねというコメントをいただきました。以上パドックでした。ダブルダービーの最終ソフトオッズです。ソフトダービーの一番人気は7番だぜの早手です。まーれー、はい、今騎乗合図がかかりましてね、三木の小町騎手が一人で飛び乗りを それでは改めまして出走馬の紹介です。1枠1番今年こそは初勝利、そして冬のオーストラリアを熱くするイケメンフロムオーストラリア、チャット鞍上はある意味レジェンドジョッキー、ロバちゃん騎手とのぬいぐるみジョッキー対決に燃えています、ウサピョイ騎手。2枠2番ウオズ乗馬クラブから新たな資格、メイクデビューザ・トニオ、トリトニーと鞍上もジョッキーデビュー、馬の前では赤ちゃん言葉を使うという本当の馬好き、その名も馬ズーキー騎手。3枠3番寂しがり屋で仲間思いの元研究馬、競争経験はありませんがここでは G1 ホースと対等です。メイクデビューぬいぐるみを愛する馬ミントシャン、コンビを組むのは24時間365日一緒に過ごすミントシャンのパートナー、2代目ロバちゃんことロバちゃん騎手。4枠4番 G1 に勝した元守護馬が満を持してソフト競馬に登場です。現役時代の日本ダービーは2着でした。その時と同じ4枠からリベンジなるか。メイクデビューローズキングダム、エスコートするのはソフト競馬経験者というカズキング騎手、どういった騎乗を見せるんでしょうか。5枠5番、こちらも中央競馬で重賞勝ちの実績の持ち主、渦巻くか豚骨熱湯24秒、メイクデビューナルト王子こと名将ナルト、鞍上もジョッキーデビューですが爽やかな風のようにエスコート沢子騎手。6枠6番、輝き満ちるこの道に響け勝利のシンフォニー、騎馬隊出身の先輩颯にいいところを見せられるか。メイクデビュー響きとソフト競馬は経験済み、名前を変えて挑みます、名手小枯らし文字騎手。7枠は早手枠、7枠7番騎馬隊出身後輩の響きにいいところを見せたい、そして今回は早手対決にも注目が集まります。真の早手の名にかけてダゼイフォース早手と、鞍上はおなじみマーサーハームのエースジョッキー三木の小町騎手、昨年のジャパンソフトブービーを制したコンビで挑みます。7枠8番今回の早手対決に燃えています。新たなる早手の時代の幕開けとなるんでしょうか。メイクデビューどこででも寝る眠りの帝王早手、コンビを組むのはジョッキーデビュー相場とともに早手対決に燃えています、あっくん騎手。8枠9番、現役時代は重賞ウィナー、そしてソフト競馬でも第2有馬記念を制し、あとはダービー馬の称号だけです。31歳まだまだ元気、レジェンド競泳防岩、エスコートするのはジョッキーデビュー老けた馬場好騎手、ソフト競馬界に馬場子旋風を巻き起こすことができるでしょうか。8枠10番、こちらも現役時代に天皇賞優勝、そして元守護馬という超実績馬、
ローズキングダムと同じ日本ダービーにも出走しましたが、こちらは3番人気で9着と敗れました。さあソフト競馬でリベンジなるか。メイクデビューヒルノダムール、コンビを組むのは引退馬業界の若きホープ岩崎貴文騎手。以上のソフトフルゲート10頭で争われます。それでは国歌斉唱です。国歌斉唱は馬事文化応援アイドル桜花の奇跡の皆様です。私たち桜花の奇跡、今回国歌斉唱をさせていただきます。斉唱は桜花の奇跡の皆様でした。ありがとうございました。皆さんかわいいな。それでは第4回ソフトダービーファンファーレです。ソフト競馬の休止、コロナウイルスの影響がありましたが、なんとか開催が叶いました。第4回ソフトダービー、メイクデビュー7頭を含む10頭の精鋭が集いました。ダービー馬、ダービージョッキーの称号を手に入れるのはどの人馬か、いよいよ発走です。まずは1番人気となりました7枠7番ハヤテが逃げます。今回はハヤテが2頭いますが、ソフト競馬の最多勝馬ダゼイのハヤテ、体制完了スタートを切りました。勝負服で決めてきた三木の小町騎手、昨年秋にマーサーファームに転休して、これが転休初戦ということになります。ゆっくりと第一コーナーをカーブ、この辺りで前半の10秒を通過していきます。さあここで仕掛けた三木の小町騎手、駆け足にシフトアップ、最終コーナーをカーブして最後の直線です。あと4秒、昨年タイムオーバーのリベンジ、そして悲願達成なるか、今ゴールインです。そして今回は早手対決、騎馬隊出身馬対決での勝負でもある早手、プレッシャーをかけておきたい、そのタイムは24秒84。まずまずのタイムではないでしょうか。では展開です。揃ったスタートから今回も逃げる早手、しかし外から競泳妨害も花を主張します。2頭の逃げ争いとなりそうです。おや、もう1頭の早手が見えません。これは作戦でしょうか。2番手は競泳ボーガン、2018年の第2有馬記念の覇者です。現役時代ダービーの出走は叶いませんでしたが、ここで出走、ダービー馬の称号を手に入れることはできるんでしょうか。今回主戦のチカコデブー国主はステイホームのため、ジョッキーデビュー老けたババ国主のエスコートです。ジョッキーデビューでダービージョッキーとなれるでしょうか。ゆっくりと回ってゲートに向かいます。少し足取りの重い競泳ボーガン、気が乗らないか。さあ助走をつけていったババコキシュです。スタートを切りました。相変わらず悠々と歩く競泳ボーガン、やはり気が乗らないのか。
この辺りで馬場騎手も引っ張るのを諦めたか、波足で折り合います。折り返し地点に差し掛かって前半の10秒、ここまではややスローな展開です。最終コーナーをゆっくりカーブして最後の直線に入ります。さあラストスパートの馬場騎手、しかし相変わらず悠々と歩く競泳ボーガン、気が乗らないのか、ペースは上がりませんが、その足を伸ばして今ゴールイン。終始マイペースの競泳ボーガン、そして翻弄される馬場騎手、そのタイムはどうか。ただいまのタイム24秒96でした。では展開です。さあここで行きます。競泳ボーガン、あの三冠のかかったミホノブルボンの逃げを潰しに行った伝説の菊花賞が蘇ります。最終的に2番目のタイムの馬が優勝となります。ソフト競馬です。3番手はオーストラリアからチャッツとウサピョイ騎手の登場です。チャッツはソフトダービー3年連続の出走となります。過去2回はタイムオーバーと8着、今回悲願達成となるでしょうか。今ゆっくりとスタートしました。早くもウサピョイ騎手が気合を入れていきます。中間に足が腫れるアクシデントもあったようですが、ご覧の通り元気に出走してまいりました。この辺りで中間地点12秒、ペースはどうか。勝負どころに入って追い込み体制のチャッツとウサピョイ騎手、大井のレジェンドジョッキーを彷彿とさせるウサピョイ騎手のアクション、その足を伸ばして今ゴールです。終始マイペースのチャッツでしたが、進化を遂げたウサピョイ騎手の騎乗が光りました。そしてそのタイムは23秒10、ちょっと早かったか。では展開です。ここで仕掛けたウサピョイ騎手ですが、やや折り合いを欠いているようです。厳しい展開となりました。これで前3頭がソフト競馬経験組、この後7頭がメイクデビュー組ということになります。さあどういった展開になるんでしょうか。4番手はメイクデビューの響き、鞍上は以前別名でソフト競馬出走歴のある小枯らし文字騎手、ダゼーの早手との騎馬隊出身馬対決も気になりますが、どういったレースを見せてくれるんでしょうか。元気にゲートに向かいます。そのまま助走をつけて今スタートしていきました。現役時代は2戦して未勝利でしたが、騎馬隊で活躍してまいりました。そしてこのソフト競馬で馬勢初勝利がダービー制覇ということになるんでしょうか。このあたりで前半の10秒を通過、右手にカーブしていきます。折り合いはどうか。早くも最後の直線に入って追い込み体制の響きと小枯らし文字騎手、ラストスパート、勝利のシンフォニーは響くのか。その足を伸ばして今ゴールインです。軽快な動きを見せました響き、そしてさすがの騎乗を見せました名手小枯らし文字騎手、そのタイムはどうか。23秒16、ここも少し早かったか。では展開です。少し動きが軽快すぎたか、かかり気味で折り合いを欠いているようです。チャッツに続き響きも厳しい展開となりました。さあまだもう一頭の早手の姿が見えませんが、大丈夫でしょうか、あるいは作戦でしょうか。これは不気味です。5番手もメイクデビュー、 TCC ホースの名将ナルト、鞍上もジョッキーデビューの沢国主です。名将ナルトは現役時は51戦して重賞2勝を含む7勝を挙げております。体制完了、スタートしました。さあおっと沢国主歌っております。これは大都会です。クリスタルキングの大都会を熱唱する小学生ジョッキー。このあたりで前半の10秒を通過、まだ歌う沢国主、これがレースにどう影響するか。歌に気を取られていましたが、コースはかなりトリッキーなジムカーナコースです。このあたりで勝負どころに入ってまいります。最後の直線、大木を2本またいで、今、ゴールイン。沢国主の大都会で、両馬ラッキーハンターに続くことができるか、そのタイムです。24秒58、これはなかなかのタイムではないでしょうか。では、先頭から見てまいりましょう。相変わらず、競泳ボーガンが大逃げで先頭。2番手、ダゼーの早手が絶好の手応え。その後ろ、チャッツと響きはかかり気味。そして、
ここで、ナルトが行った、ナルトが行った、名将ナルト沢国主、スローペースと見たか、一気に2番手まで上がっていきます。そして、いました G1 ホース2頭は、6番手、7番手から虎視眈々。それをマークする形か、トリトニー。最後方ポツンと1頭、ミントシャン。そして、まだ姿が見えません、アブニールファームのハヤテはいつ姿を現すのか。といった体制で、第4回ソフトダービーは、勝負どころの後半戦。残るはあと5頭です。6番手もメイクデビュー。アブニールファームのハヤテです。コンビを組むのもジョッキーデビューのアックン騎手。今回ハヤテ対決に燃えておりましたが、先輩ハヤテに下克上となるか。体制完了。おっと、これはどうやら寝てしまっているようです。起きません。どうした？動きません。起きません。アックン騎手が促しておりますが、動じません。起きません。眠りの帝王、ここで本領発揮か？完全に爆睡です。爆睡の早手。これはどうやら危険扱いとなりそうです。ソフト競馬初の出来事ではないでしょうか。では展開です。姿を見せなかったアブニールファームのハヤテはどうやらゲート内で爆睡していたようです。さあ、大波乱のソフトダービーとなってまいりましたが、絶好の手応えは名将ナルトとダゼーのハヤテです。この後いよいよ G1 ホース登場で展開が動くでしょうか。7番手もメイクデビュー、昼のダムールとジョッキーデビューの岩崎貴文騎手です。2011年春の天皇賞を制した実力馬、スタートしました。駆け足でのスタート、引退後は守護馬として活躍しておりましたが、見事な軽やかな走りを見せております。1周目のゴール板を通過、1コーナーに入って、この辺りで前半の10秒、ペースはどうか。2コーナーから向こう上面、勝負どころに入ってまいります。残り10秒を切って追い込み体制の昼のダムール岩崎騎手、3コーナーから4コーナーをカーブして最後の直線です。その足を伸ばして今ゴールに入りました。軽快な駆け足を見せました G1 ホース昼のダムール、そのタイムはどうか。24秒89、まずまずのタイムではないでしょうか。では展開です。ここで仕掛けた昼のダムールですが、展開に動きはないようです。名将ナルトとダゼーのハヤテが相変わらず絶好の手応えです。ただあと3頭います。まだまだわかりません。8番手もメイクデビュー、こちらも G1 ホースローズキングダムとカズキング騎手です。ご存知の方も多いと思いますが、アサヒ杯フューチュリティステークスとジャパンカップという2つの G1 を制した実力馬です。体制完了、スタートしました。現役時の日本ダービーは2着、ここでその雪辱を晴らすことができるでしょうか。ローズキングダムも守護馬として活躍しておりましたが、ご覧の通り軽快な早足を見せております。この辺りで中間地点の12秒を通過、ペースはどうか。第3コーナーをカーブ、勝負どころに入って、追い込み体制のローズキングダムとカズキング騎手、最終コーナーをカーブして最後の直線ラストスパート、その足を伸ばして今ゴールを駆け抜けました。さあ、ここで G12 勝の実力を見せつけることができるか。そのタイムはどうだったんでしょうか。24秒10、これはなかなかのタイムではないでしょうか。では展開です。ここでローズキングダムが仕掛けてペースが上がりました。絶好の手応えは名将ナルトとさすがの G1 ホースローズキングダム。さあ、第4回ソフトダービー、いよいよゴールまであと2頭です。9番手もメイクデビュー、トリトニーとジョッキーデビューの馬鈴木騎手です。現役時はヘルシーキングという名前で131戦し、重賞には手が届きませんでしたが、11勝と活躍しました。ソフト競馬でダービー馬となれるでしょうか。
今ゆっくりとゲートに向かいます。収まりまして体勢完了です。落ち着かせて今スタートを切りました。馬鈴騎手、体験乗馬スタイルですが、手には鞭ではありません。布団叩きです。確か規定上は布団叩きとハエ叩きはセーフだったはずです。さてレースはこのあたりで前半の10秒を通過。ペースはどうか。最終コーナーをカーブして勝負どころ。追い込み体勢のトリトニと馬鈴騎手、最後の直線、布団叩きが炸裂するか。その足を伸ばして今ゴールインです。少し早いようにも見えましたがどうでしょう。さあただいまのタイム22秒78。これは少し早すぎました。布団叩きが効きすぎたか。では展開です。ここで仕掛けたトリトニーですがちょっと苦しいか。そしていよいよ最後の一頭、ミントシャンの走りで全てが決まります。このまま競泳ボーガンが逃げ切るのか。一番人気ダゼーのハヤテはここから巻き返せるか。絶好の手応えは名将ナルトとローズキングダム。名将ナルトが抜け出すのか、ローズキングダムが G1 ホースの貫禄を見せつけるのか、それともミントシャンの大外一騎が決まるのか。さあ、いよいよ栄光のゴールまであと一頭です。第4回ソフトダービー、いよいよ最後、10番手はメイクデビュー、ミントシャンとジョッキーデビューのロバちゃん騎手です。今ゲートに向かいます。おっとこれはブルートゥーススタイルです。ロバちゃん騎手はこのレース2人目のぬいぐるみジョッキーであります。停止も完璧です。これは素晴らしい。収まりまして体勢完了です。今スタートしました。ミントシャンは競走馬として登録されず、研究馬として頑張ったサラブレッドです。このソフト競馬でいきなりダービー馬となることができるでしょうか。最初のコーナーをカーブして、この辺りで前半の10秒を通過。ペースはどうか。そして最終コーナーをカーブして、最後の直線に向いてまいります。ペースを上げるロバちゃん騎手、追いかけるミントシャン。ラストスパート。大木を4本もクリアして、おっとブレーキがかかりまして、今ゴールインです。最後はタイム調整か、ブレーキがかかりましたがどうでしょう。さあ、すべてを決めるミントシャンのタイムです。ロバちゃん騎手と頑張ったそのタイム。25秒08。少し遅かったか。さあこれでどうなったか。最後の直線です。第4回ソフトダービー、内っぱいに競泳ボーガン逃げて先頭です。競泳ボーガン逃げます。後方から名将ナルトが突っ込んできた。名将ナルト、さらにはダゼーの早手、後方大外からはヒムダブルもやってくるが、さあ名将ナルトが一気に抜け出して先頭。名将ナルト先頭だ。そして2着から次は早手、ヒムダブル、競泳ボーガン、大接戦ゴール。勝ったのは名将ナルト、いち早く抜け出して優勝を決めています。第4回のソフトダービー、名将ナルトが制しています。鞍上の沢国主、名将ナルトとともにメイクデビューコンビでの制覇。チーム TCC はナンタッキーダービーに続きソフトダービーも制しました。そしてその後の2着争い接戦でしたが、わずかにダゼーの早手が優勢か。外からヒルノダブール、さなく競泳ボーガン、こういったところが接戦を演じました。しかしこのレースは審議であります。この競争は審議です。お待たせをいたしました。第4回ソフトダービーの審議についてお知らせをいたします。8番、早手号が爆睡したことについて審議をいたしましたが、同馬は他の馬と関係なく、ゲート内においていつも通りの爆睡をしたため危険となりました。この大事な一戦にもかかわらず、カジュアルに爆睡できるその姿勢は賞賛に値すると認められたため、8番早手号の栄誉をたたえ、ここに表彰いたします。令和2年、7月、なお、その他の馬につきましては、到達順位の通り確定いたします。繰り返しお知らせをいたします。8番、アブニールファームの早手についての審議でしたが、失格、膠着はなく、到達順位の通りで確定のようです。1着は5番、名将ナルト、2着は7番、ダゼーの早手、3着は10番、ヒルノダムール、4着9番、競泳ボーガン、5着は3番、ミントシャン。
勝ちタイムは24秒58、確定の赤い表示と変わっています。それではレースを振り返ってみましょう。まずは逃げ争いですが、はい、やはりダゼーの早手さんと競泳ボーガンさん2頭の逃げ争いになりましたね。ババコプシュがね、思い切って大逃げしましたけどね。第2有馬記念を勝った時もね、ミホノブルボンの3冠を阻止した時もこういう形でしたからね、これはこれで良かったと思います。ダゼーの早手さん、ミキノコマチ騎手は、ここで無理せず控えて2番手結果的にこれが良かったみたいですね。チャッツさんと響さんは早くもかかり気味でしたね。ナンタッキーダービーの時もそうだったんですけど、なぜか経験組が前で、メイクデビュー組が後ろっていうね、対列になってましたね。これは何でしょうかね。経験馬組の意地ですかね。よくわかんないですけどね。名将ナルトさんはここで動きましたね。そうですね。競泳ボーガンさん大逃げで逃げてましたけどね、ペースは速くなかったですからね。サバコ騎手のこの判断は素晴らしかったですね。こちらの早手さんは寝ていたという。そうですね、ソフト競馬初の出来事ということですけどね、まあ、結果的に表彰されましたからね、アックン騎手の判断が素晴らしかったと思いますね。そして勝負どころでローズキングダムさんが動いたことでペースが速くなりましたからね、これでナルトさんの流れになりましたね。そして最後の直線、はい、競泳ボーガンさんはいっぱいになってしまいましたね。2番手から名将ナルトさんが抜け出して、ハヤテさん頑張って2着伸びましたね。経験馬の意地でしょうかね。イルノダムールさんもいい足でしたけどね、上がり最速はミントシャン、最後ね、ロバちゃんと合わせる形にしたのが良かったみたいですね。すべての着順はご覧の通りです。勝った名将ナルトさんですけどね、勝因は沢子騎手の選曲でしょうね。そして6着以下の馬ですが、ローズキングダムさんは今回芸が主でしたからね、それが影響したのかなという感じですね。そして響さんとトリトニーさんはメイクデビューですからね、次回の巻き返しに期待したいですね。そしてチャッツさんはやっぱり距離が長いんですかね。勝った名将ナルトは12歳の戦馬、父ハーツクライ、母スターペスミツコという血統で、北海道鎌田正嗣様の生産馬。現役時は小倉記念、七夕賞という2つの G3 勝ちを含む51戦7勝。オーナーは TCC ジャパン様です。現在は TCC セラピーパークで元気に過ごしています。名将ナルト、そしてコンビを組んだ沢国氏はメイクデビューでダービー制覇。管理する TCC セラピーパーク様はナンタッキーダービーに続き2連勝。そしてオーナーの TCC ジャパン様もナンタッキーダービーに続き2連勝。通算はなんと3戦3勝ということになりました。ということで、スミー厩舎イズムがソフト競馬でも発揮され、チーム TCC がダブルダービー完全制覇を成し遂げました。以上、第4回ソフトダービーでした。この追い切りが良かったのかもしれないですね。ナルト式のね、渦巻き追い切り、これアババちょっと危ないけどね。あー、でも本当元気そうでね、何よりですよね。本当に優勝おめでとうございます。食べますね。元ヘルシーキングさんだけあってね、健康志向なんでしょうね。うん、向きが悪いんじゃない？そうそう、そっちか。あ、って言ったね、言ったね。
ちょっとお姉さんまで食べそうになっちゃってんじゃないの。もうちょっと優しくいかないとね。うん。そうそう。ああ、よかったね。もらってね。うん。あ、ほら。シャニさん来たよ。いい場所だっつって。今、行っちゃった。今、睨み聞かせたでしょ。これ、今、ちょっともう一回見てみましょう。今のシーン。はい、ここでもらってる社員さんが気づく、近づく、睨む。ヘルシーウェーブ。ヘルシーウェーブを使ったのか。ヘルシーウェーブってなんだよ。さあ、これはチャットさんですね。はい、体制完了、スタートしました。そう、実はね、チャットさんはね、ジャック機種バージョンがあったんですよね。ただロバちゃんの参戦を聞いて、ウサピョイ機種バージョンで挑んだんですね。このジャック機種バージョンはどうなんでしょうかね。さあ、最後の直線。さあ、今ゴールインです。さあ、どうだったんでしょうか。24秒台、24秒93、ちょっと遅かったかな。それでも4着ですね、もしこれを使っていたら。でもやっぱりぬいぐるみ対決に持ってきていただいたのは本当にありがたかったですね。そのうちぬいぐるみ機種限定レースでもやろうかしらね。お、うわ、パインさん、早いなぁ。うわ、サミントシャンも。すごい元気なぁ。いや、しかし、パインさん、早いなぁ。高崎競馬の C3 クラスなら通用しちゃうんじゃないかなぁ。あ、全然ミントちゃんのこと触れてなかったや。てへぺろ。おー、いやいや、荒ぶってますね。いやいや、だってソフト競馬はそういうルールなんですから。ね、まあ、それは本気で走ったら、ローズさんが優勝するかもしれないですけどね。そこはもうソフト競馬なんで、それね、納得していただけないかなって。ね、またその納得していただいた上でこうまた出ていただけないかなって思ってるんですけどね。うわ、うさぴょい気象落ちなくなったね。あんなに簡単に落ちてたのに。ウサピョイ騎手。はい、イースターナウですね。今年もイースターということで、昨年に引き続きウサ耳着用ですけどね。昨年はこれで2着でしたからね、問題はないと思いますね。今回ウサピョイ騎手がデビュー戦ということでね、早くも騎乗していますけどね、どういった騎乗を見せてくる。おっと、危ないな。でこれ、あー、落ちましたね。ちょっとセンシティブかなこれ。はい、ウサピョイ騎手ですけどね、右腕がどうやら骨折してしまったようですね。まあ、あの高さから落ちてしまいましたからね。復帰を楽しみに待ちましょうね。チャットさんどうでしょうかね。笑っちゃったよ。笑っちゃ、あ、スマイルの練習してたんですね。あ、なるほど。これタイミング悪いな、これ。ね、見た？今はだってこの強い風の中だって落ちないんだからさ。あーお、今完全にウサピョイ騎手落ちるパターンですよ。一体この後どうなった。次回ウサピョイ騎手またか。絶対見てくれよな。じゃんけんぴょい、うふふふふ。いや、それはじゃんけんじゃないけど大事なことだから徹底しよう。そうだろう、手洗いうがいは引退馬だ。みんなで守ろう。ありがとう。時を戻そう。
おお、おお、ミントちゃん。元気。おお、上、上、危ない、危ない。危ない。え、元気。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。この人。これ、ジョージパパさんなんじゃないの？またあなた、レース出てないのにまたウィニングランだけ。業務連絡、業務連絡、ジョージパパさん、次回は騎手として出場をお願いいたします。お、ウィニングラン。おー、ババコ騎手っていうか、やっぱり気が乗らないボーガンさん。ババコ騎手も諦めちゃった。ブーンって止まってるから。あ、見た見た。ブーンってね。かっこいいね。でも、はやてさんとみきのこまち騎手。勝ちたかったね。お、本日のウィニングラン。かっこいいね。なんか、どこ行っちゃった。どんどん向こう行っちゃう。遠い遠い。いやいや、ノリノリだけど。こっち向いて、そう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 。これね、ウィニングランしながらのこの斜め横足、すごいですよね。さすが名手。ちょっとね、いくつかなるとしてね、うん、まあ、リラックスですよね。うん、まあ現役の時ね、頑張りましたしね、今こうしてね、リラックスして、本当にね、幸せそうで何よりですよね。このままね、今後もね、近い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 。走り出したから、あの場
った。